展開までのゆっくりレイラグは。収録も久々、制作も久々、よって展開はグダグダ。プレ4のゲームばっかりだったからなんか新鮮なのぜ。代表決定戦前夜をなんとに費やす山田。おまけに車はオートマなのにエンスト、気楽でいいわね。難波さんが代表落ちしたら引退するとか、ただ遠慮はいらないって言ってたからね、全力でいきますよ。RB26 をミッドシップに乗せた86を制作。次のユニット更新は終盤になりそうね。シェイクダウンは桜木町04コースで。意外にも結果は僅差。横浜ならよくある光景です。難波さんに無視された。以上。はぁ？ゆっくりアリスの横浜滞在期、そろそろ物語も中盤に差し掛かってきたところかな。はいどうも、ゆっくりアリスです。車はパワー、ゆっくりマリサなのぜ。さてと、今回は予告通り代表決定戦ね。なんだかんだ一月経っちゃったけど、ささっと進めていきますか。それでは前置きは短めに、イベント会場まで行ってみましょう。集合場所は高島臨海桟橋、前に交流戦にお邪魔させてもらったわね。第三者で勝利をかっさらって、文字通りお邪魔したんだよな。交流戦の下りは3ヶ月ほど前に触れてるから気になった人はチェックしてみてもらえれば。日付に起こすなよ、悲しくなるから。さて、今流れてるカットシーンなんだけど、意外にもイベントを回収してないと見れないシーンだったり、回想シーンだから該当するイベントを回収してればここで流れるみたいね。結局疑問は何一つ解決できなかったんだな。思ったより規模が大きいというか、一人で嗅ぎ回れる範囲じゃないのかも。私たちは気楽にやってるけど、中の人たちは命かけてるみたいだからね。その辺の生き様を含めて静かに見守ろうか。さらっと実況放棄宣言してんじゃねえよ。またここから長いイベントか。慣れたっちゃ慣れたんだけど、やっぱり間を埋める話題に悩むよな。今回やることなんてこのレースだけだし、予告なんてすることもないしな。ストーリーも大体触れちゃったしね。車の仕様なんかも大して変わってないし、まあ、グダグダ言ってないで画面を見ようか。敵向き出しじゃない。他二人がポンコツなことを考えると事実上の一騎打ちだからな。このレースに全てをかけてるのは何度も聞いたし、前回なんて会いに行ったのにガン無視だっただろ。でもなんだろう、ライバル意識を超えた何かを感じる。あんなに自分の過去について赤裸々に語ってくれたのに、この変化は何？確かにこれまでの人柄からは考えられない雰囲気だ。何かあらぬことを吹き込まれてたりしなきゃいいけど。でもそれだったら石川兄と会ってたってのと辻褄が合うんだよな。もしかクランを狙ってのことだったらこれ以上ないほどダメージを受けてるぞ。とは言ってもメリットがないってのは変わりないでしょ。実態の解明はまだまだ先か。こんなんじゃ全然レースに身が入らないのぜ。まあ身が入らなくても十分なほどいじってあるけどね。それにしても話が長いな。いつものことなんだけど、さすがに殺意が芽生えるわね。しかもこれだけ演説しておいて自分は高みの見物って言うんだからなおさらだわ。
さて、ファイブナイトのイベント戦、元井代表決定戦です。一応メンバー4台とのレースですが、実際はナンバさんとの一騎打ちと見ていいでしょう。名目上はデイラグーンのナンバー2ってことらしいんだけど、ここまで来れたなら特に苦戦することはないと思うな。間違いなく言えるのは3夜の石川兄弟戦、4夜の辻元戦よりかなり難易度は低いってことね。この攻略では桜木町 GT のリーダーを倒した関係で RB26 とか乗ってるけど、車の方も改めてこれを用意してっていうのはないわね。ちなみに今回のコース、北横浜周回はこのイベントでのみ走れるレアコースだったり、とは言っても中身は通常レースでも走れる港未来ストリートと南都市ケインの組み合わせ。注意ポイントはちょうど今走ってるコースのつなぎ目部分で、イン側が若干膨らんでる分、見通しがかなり悪くなってるのよね。初見だったら少し戸惑うけど、しっかりと減速すれば問題ないかと。最初に言った通り相手は大したことないから、余裕を持って走るのがコツじゃないかな。このテクニカルセクションも無理に振り返したりしなければ楽に抜けられるので、さてと、早くもファイナルラップってことで、ちょうどこの部分を作ってる時に問い合わせがあったツイッターの件でも、随分と唐突な話題変更だな。一応タイミングを見計らって触れようとは思ってたんだけどね、なかなかそのタイミングがつかめなかったというか。まあいいや、とりあえずツイッターやってるの？という問いに関してはイエスです。動画詳細枠の方にリンクを貼っておくので、見るなり焼くなりご自由にどうぞ。それにしてもなんでアカウントあるのに告知とかしてなかったんだ？別にリア赤じゃないんだろ？広報くらいしても損はないと思うが。いやー、今のアカウントのフォロワーさん、ほとんどオープン主の別趣味関係の方なのよね。そのせいで動画関係の話は全くというほどしてないです。はい。早くて Twitter の方にはちゃっかりチャンネルのリンク貼ってるってんだから笑えるわ。まあ、これはこれで一回だったとしか。そんなわけで動画からのフォロワーさんが増えてきたらぼちぼち告知や更新報告、アンケートなんかに活用できたらと思ってます。リクエストとかもそっちの方がしやすいだろうしな。あまり催促するのは好きじゃないんだけど、軽く気に留めてもらえれば幸いです。とか宣伝してるうちに終わっちゃったわね。案の定というか圧勝だったな。結局あのさっきって何だったんだろうか。特に何か仕掛けてきたわけでもなかったし、まあ決着はついたし本人から聞けばいいんじゃないかな。でもここで負けたことによって引退が決まったわけだ。とても優秀の美とは言えないが、そんな人に話しかけれるか。何も急ぐことはないわけだし、落ち着いてからでも聞ければ。とりあえず代表決定戦は何事もなかったからよしとしようか。気を吐いて止まった。きっと限界まで回してたんだろうな。ゴールした瞬間に燃え尽きるとは実に生命を感じる話だ。ここではエンジンブローなのかは触れられてないけど、引退と同時に愛車も失うって少し酷な気もするわね。その辺を引きずらずに割り切れる人ならいいんだが。ああ、そういえば勝ったのか。ここぞとばかりに難波さんの話を突っ込んでくるから、なんかこういう展開だと素直に喜べないよな。あれ、先輩の彼女じゃん。見に来てたんだ。でも先輩走ってなかったよね。メンバーを争わせといて自分は恋人とのんびり見物か。人聞きが悪いな。あながち間違ってもないけどさ。というかそもそも先輩はどう思ってるのかな。この状況なら私が慰めるより全然効果あると思うんだけど。当事者同士じゃなかなか気まずいよな。チームを率いるだけのカリスマ性に期待するしかないか。
やっと折り返しくらいかな。ナイトビフォーDか。このDってなんだろうね。車関係だと頭文字がDってものは数多いからな。え、行方をくらませたって、どういうこと？意味も何も文字通りだろうさ。敗北のショックが予想よりもかなり大きかったってことだな。たかが走り屋のレースといえばそれまでだが、彼らにはそれが全てだったんだろうな。こうなると石川兄との密会も怪しくなってくるわね。さすがにここまでちらつかせておいて無関係ってのはないと思うが、相変わらずあいつが絡んでくる意味ってのは見当もつかないのぜ。そもそもあいつ関係なしにショックで寝込んでるだけかもしれないし、悔しいけど、この問題はまだ保留ね。そうだな、しかもこれから予選もあるわけだし、しばらくこの話題は忘れてそっちに集中しようぜ。キリもいいので今回はこの辺で。今回は全体的にシリアスな展開だったからあんまりふざけられなかったわね。ふざけて実況ってのもいかがなものかと思うが、基本方針は名作を笑って楽しもうって感じだからね。これからも雰囲気を壊さない程度にいろいろ笑っていけたらなぁと。まあいいや、次回はシックスナイト、またイベントの方を回収していきますよ。ではこの辺で、また次回よろしくです。